女靴下の話。斎藤三喜。人間50年以上も生きていると、誰でも私の経験したような奇々怪不可思議な出来事に一度や二度は会うものであろうか。恥を語らねば筋が通らない。話は私の朝帰りから始まる。およそ朝帰りなるもの、こんな嫌な気持ちのものはない。両親の呵責と言ってしまえばそれまでだが、もっと肉体的な。例えば、ズボンの後ろに自分だけが尻尾をぶら下げて歩いているような、惨めな気持ちである。さて、その朝帰りの玄関に出迎えたのが、思いきや10年以上も会わない東京の悪友で、のっけのセリフが「お帰りなさいましえへへ」であった。どさくさ紛れの朝酒が夕酒になる頃、初老の悪童、のろけて言うには板金、22歳の愛人を得て、昼夜兼好、ただますます便じているが、艶運はともかく、このホルモンは羨ましかろう、などなど。さて、その晩の汽車で帰る彼を大阪駅に送り、別杯冷めやらぬままに、うとうとしながら、郊外電車で帰宅した。そして、その翌朝、街灯のポケットのタバコが欲しいと、家人に言うと、タバコの代わりに、指先にぶら下げてきたのが、なんと、二三度用いたナイロンの女靴下。それが膝までの短いやつで、ご丁寧に両足揃っている。私は不覚にも狼狽した。そして電光の速さで前々夜のおぼろの記憶をたどったが、彼女には膝までの靴下を用いる趣味はないはずだ。しかし、万一ということもあるから、恐る恐る電話でお伺いを立てると、ご冗談でしょ？と受話器の音ガチャ。まさにやぶ蛇である。家人に何と弁解したか。これを読まれる方々のご参考に供したいが、実のところ全然身に覚えのないことだから、知らぬ存ぜぬの一点張りであった。その真相は今もってわからない。多分エロスの神の使者が女に化けて、すでに女体に触れた靴下を密かに私のポケットに滑り込ませ、少しばかり老人を燃え立たせたのであろう。